うっす、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日のレビューは本当にオーキッシュ・ゴブリン・ゴブリン・スレイヤーが、これは絶対やっつけられるんですけど、この緑が大変。今日のレビューは、ドライファイアの、コンバートショット。よく使ってるみんな本当によくわかるのは、クライ・プレシジョン、本当に素晴らしいの、みんなが大好きの会社ですよね。これはドライ、これは燃えないの、軍服。緑が大好きけど、これはちょっとやりすぎじゃない？まあ、今日の理由といろいろのことはよく違う。最初の、このコーラ、これはこのマジックテープのシールがあるんですけど、全然気持ちよくない。あまり好きじゃない。コーラがどこでも動かないけどさ、本当に邪魔。タイト、よくタイトですよね。首の筋肉がいっぱいあるからちょっと邪魔ですね。ポケットは大きいのデザインの中にはポケット1枚だけ、その暗いの2枚じゃなくて、こっちの方にもペンホルダー2本ぐらいにできるですよね。それはノートパードとノートマテリアルはやっぱり左の方が使いやすいですね。このエルボーパッドを入れるの場所は、この肘の場所から手首じゃなくて、暗いの方は手首から、これは肘からですよね。まあ悪くない。でも本当に、暗いよりマテリアが燃えないから、燃えないのマテリアはよく熱いになるんですよね。その、海兵隊のフログの軍服みたいな感じです。本当に、フログみたいですね。まあ緑、ゴブレン緑ですけど、まあ大体要はそのままで、特別ものはそんなに良くないけど、本当にすぐに熱くなるくらいより、でも燃えないから、その燃えるの問題がいっぱいあるの場所はもうちょっと使いやすいですよね。カバーは太陽は、ドライファイアにもうちょっときついですよね。色がもっとすぐになくなるとか、のマテリアルも同じぐらいの強くないですね。強いけど、暗いの方が一番強いですよね。まあ、プレートキャリア使ったらあまり問題ないですね。コーラがよく弾がストップとか、その弾のシェル、ピンピンホットブラスが止まるのために悪くないですね。まあ、でも、レビューは大体そのままですよね。暗いか、ドライファイアか、どっちがおすすめは、本当に燃えてるの場所になれば、そう、もしかして消防士みたいな仕事をすれば、ドライファイアがいいですけど、ただ、いろいろの軍人みたいのをやってるのは、やっぱり暗いのもっと涼しいと、動きやすいと、強いマテリアルから、もともと植物とか森に働くとか、大変な場所に戦うので、暗いの方の勝ち。それは、やっぱり暗いの方がいい。値段が大体同じですけど、ドライファイアはもうちょっと見つけやすいですね。暗いより。それは未来に変わるかもしれない。でも、とりあえずそんな感じですね。この T シャツ、やっぱりこれで友達に、欲しいから友達に売れるんですけど、でも暗いのはやっぱり絶対キープするですよね。じゃあ皆さん、レビューは大体そのままですね。パパパー以上です。じゃあ皆さん、お疲れ様です。今度のレビューはですね、すぐにサバゲー一緒にやりませんか？ありがとうございました。お疲れ様です。あ、これですね。